ドリームキャスト実況動画第8弾セブンスクロスの方に挑戦していきたいと思います。ではどうぞ。はい、ということで、実況動画始めていきたいと思います。セブンスクロスですか。まあこれはまあ出た時から知ってはいましたが、全く興味をそそられない中身と映像で、今回初めてプレイするわけですけど、なんか友達には好きな人もいましたが、私はその面白さが全くわからず、今日まで来たわけですが、ついに封印を解く時が来たということですね。というわけで、オープニングですか。ほうほう。あけみ、は、もう読めんだ。米田、誠治、片山、高野純、奥村、八尾、読めんな。まあ、多分、一応この、やる前に、説明書を読ませていただいたんですけど、全くもってして、なんか、原始生命体から成長していって、なんか新たな生命を作るみたいなゲームなんですけど、はい、セブンスクロスって言いましたね。スタートボタン。スタート。で、始めるんですけど、まあ、説明書だけ読んでも全くもってして意味不明で、なんかこの DNA 配列がどうのこうのっていう説明もあったんですけど、それもどういう意味やらと。はい。ここに6枚の板があります。それぞれの板を染める色として最もふさわしい色を玉の中から選んでください。これは攻撃を示す板です。ああ。A ボタン。まあ、攻撃は赤で。超能力は、じゃあ黄色で。で、防御を示す板は、じゃあ、鉄壁のこと山のごときの山の色の、ああ、緑で。知能ですか。知能はむしろ、治癒は白でしょう。で、最初この始める前にもあったんですけど、もうセーブ、容量がありませんとセーブしますか？いいえって、あんなぐらいなんで、多分これ、一回プレイして終わる予定なもので、ぶっちゃけ適当にやっております。これの攻略ページがあるかどうかも私は知りませんが、とりあえず決定したんで、今で進めていってみたいと思います。目標10分で、
投げ出す可能性がありますします。この生命に名称をつけてください。なるほど。もちろん、S、E、G、A、Yes。セガで、いきたいと思います。なんかもう始まっとる。というわけで、なんか、ようわかりませんけど、これがいっちゃん最初の状態。で、次に、何かをしていくと、なんか3段階ぐらいに成長して、一人前みたいな、ことになるようなんですけど、何をすればいいのかなというところが、なんか敵もおるらしく、敵に見つかると死んでしまうやら。ああ、なんか、踏んどる音が。わ、ちょっと、あ、ナメクジになった。いいえ。わあ。なんかこの踏んどる、敵の音が、でかなってきとるよ。まずい、逃げないと。わ、でかい。敵が見えない。どっかにいるんかな?とりあえず、歩き回って逃げましょうか。お、でかなった。お、ちょっとだけでかなったよ。まずい。足音がでかい。でかいよ。あ、やばい。危ない。変なやつおったよ。ちょっと。逃げないと。あ、なんか食いもいっぱいあった。あ、でかなった。でかなったんで、こんでちょっとは、この状態になると戦うことができるやら、で、まあ、戦いませんけど、とりあえず、餌を食らって、成長していきたい。終わった。一撃で死んだがいいね。ナウローディングですよ。どうすればいいかったんや。戦えばいいかったんかな。成長したし。全くもってしてこの、興味がそそられない中身ですよ。多分この、陸に上がれないんですよ。まだこの、なんか、尾びれがついてる状態だと。今 A ボタンとか A ボタンが攻撃っぽいんですけど、あ、なんか来たよ。チッ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 音がしとる。わ、まずい。わー、カニに殺された。もうやめてもいいですかね。ちょっとあんまりかな。ちょっとこれね、もう少し続けてみますけど、というわけで、3戦目。もう体力とか、スタート。何が。わ、なんじゃ。はぁ、あ。なんかようわからんこと起きたけど。え?何?エクストラパワー。ヘイト。え?アーム。ボディ。怖いな。バオデー。よくわかりませんが、なんか、X で遠距離攻撃があるという噂を説明書から手に入れたんですが、あ、これ通れんし。なんか、
敵を捕食してどうのこうのってもあったんですけど、これか。これか。敵はどこ？敵、さっきのカニくんはちょっと相手にならないようなんで、もうちょっと優しい敵がいれば、これか。あー、戦えない。悠々自適に、奴は暮らしやがる。こっちはもう3回も死んだんに。これか。お、倒した。倒したか。お、なんか倒した。お、とりあえず倒したぞ。一匹倒したよー。こいつか。こいつか。ああ強い。敵が強いっす。はい。ということで、また復活です。ちょっと、あまりにも時間があれなんで、なんていうか、ナウローディングの時間は編集したいと思うわけですよ。よし。ペチ。お、倒した、倒した。ということで、まあ、戦ってるところだけを見ていただこうかなとは思うんですけど、おった、なんかおった。えい。おし。えい。後ろが、ナメクジみたいなやつを、撃破したけど、なんか、これでどうだ。えい。えい。二発。よし。なんか、ちょっと強い。ステータス。なんか、よくわかんない。Head. 何も変わらない。エクストラパワー。ロウ、ヘロウ。これが何なのか全くわからんの。これが使うとなんか起きるのか？しかも一応回復するし。もう少し戦って、お、なんかおる。食い物か。あ！えい。えい。これ回復系、もしかして。もう回復した。回復して戦えやんやんか。一撃ならなんとか耐えれたぞ。痛い。えい。あ、カニ来た。カニは無理だって。二人は無理。はい、というわけで再び帰ってきました。はぁ、いや。こいつなら勝てる。橋？よし、回復だ。回復？なんか、X だと遠距離攻撃だっていう話を聞いたんですけど、そういうわけでもなく、このミジンコ相手に、ちょっとパワー回復しつつ、一回戦うごとになんか、ホイミを唱える感覚で、で、もう一回当てて、回復だ。回復。よし。回復せ。よし。戦え。カニが来る前に勝つんだ。こいつなら、一発で死なんからまだいける。食らえ。よし。回復だ。キュイーン。ダメージ1ずつぐらい当てとるぐらいのこの姑息な攻撃。うわ。えい。あ、まずい。まずい。キュイーン、回復。くらえ。ほら。お。やばい、死ぬ、死んでまう。よし。エクストラパワーだ。回復して、
もう後でもう一回ぐらいで限界やな。えい。全然こいつが、倒れる気がしないね、でも。あ、まずい。逃げろ。よし。回復です。よし。と間に、ちょっと。うわ、後ろから、バックアタックだと。ギュイーン。こいつ倒したらちょっと終わろうかな。こいつがなんか、自分の中でラストボスだよ。えい。なんて地味なゲームなんや。さすが、ヒット&はアウェイで、一撃当てては、よし、まだか。はい、帰ってきました。なんかあいつも強いんで、もうちょっと弱いやつと戦いたいんですけど、カニさんがやってきたようなんですけど、私はどうすればいいんでしょうか。お、なんか、音がなくなった。カニさん、カニさん、おらんなった。よし。このザコをとりあえず倒して、私は強くなる。わかんないけど。あ、カニ、カニ、カニ無理、カニ無理、カニは無理。カニさんは無理っす。カニは勘弁してください。カニは無理。カニは無理ですよ。カニ。カニついてきてる。カニ。カニ無理。カニなんか違うやつと戦っとって。こう、ひたすら、インを、インを、インを走るよ。わ、カニ、来た。あー。カニは無理ですよ。これいつになったらこの地上に降りられるんでしょうか。えい。なんか X ボタンもあんまり反応ないし。食い物もないし。強くなっているんかな。あーね、カニ来るし。カニ来たら勝てんって。カニの音でかなるし。ほら、もうなんか積んだっぽい。よし、食え。知らんけど。どうしないのかな？こういうところでむしろ隠れてみましょうか。あ。あ、死んだ。この最初の種が弱すぎるんじゃないですか？ちょっとなんか突然変異的なもんで最強の品種が出来上がりませんかね？もしこっちかはいけないんですよ。このなんか浅瀬でちまちまと捕食しつつ、ね、カニとか、ちょっと強めのやつを倒していければ、お、おった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 。なめくじ、なめくじ、おし、死ね。なめくじ。なめくじ。弱い者いじめ。これなんか変わらんのかな？何も変わらんよね。ああ。なんもないもんな。オプション。関係ない。よし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 、倒せ。少し落ち込んで強くなったろ。うわっ。お、なんか、でもちょっとだけなんか強なっとる気がする。前これ、一撃で死んだ半分ぐらい。三分の二ぐらい減っとったんが、こいつを倒したら私的には、試合終了でもいいんですけど、
回復。えい。えい。えい。もう一回、当てろ。B、よし。回復。あ、違う。回復だ。回復。くらえ。くらえ。クラウンだ。えい。う。くらえ。回復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 。よし。これで、この戦いで終わりにしよう。もしこれで死んでも、倒しても倒せんでも、この戦いで終わりや。時間も、収録時間もいい時間なので。えい。お。えい。回復回復。よし。えい。よし。で、食らう。当てる。で、バック。バックバック。バック。よし、回復。回復して、だいぶもう、EP がないんで、うお、食らった。バックバックバック。よし。とりあえず回復しとこう。回復しつつ、バックバック。バック。よし、くらえ。くらえ。ちょ、もう少し陸の上攻撃。よし、回復だ。回復、回復、回復。回復。あ、回復。ちょっと収録時間もだいぶいい感じになってきてますよ、これ。回復、回復。ちょっと収録時間もあれなんで、もうこれで逃げないっす。ほんで、MP が尽きたら終わりっす。はい、回復。当てる。食らっとるんかな、敵。すごい疑問なんですけど。倒せる気配がないんですよね。ぶっちゃけ。うん、食らった。えい。ちょっとデカなったから、倒せたんかと思ったけど、そうでもない。えい。えい。どんな強いんや、この、ミジンコみたいなやつが。ちょっと待ってくださいね。よし。えい。う。当てる。回復。よし。もうあと2回、4回ぐらいしか当てれんぞ。大丈夫か？食らったー。ラスト回復やなぁ。あともう2回で倒せんだ、終わりだよ、君。うわ、全然倒れる気配がないね、こいつ。えい。あ、終わったな、これ。終わったね。お、3発当てた。終わったぁ。はい、ということで、この謎の、ソフト、セブンスクロス。私は、挫折します。ということで、終了です。多分、やることはないと思います。では、とりあえずご視聴いただき、ありがとうございました。では。